西尾寺校は、京都府京都市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。名の読みを吉高と後期した文献が多いが、正しくは重高である。立命館神山高校から立命館大学経済学部に進学。関西六大学野球リーグで AS として活躍し、1954年春季リーグ優勝。直後の全日本大学野球選手権大会では、 決勝で、秋山登る、土井敦氏らのいた命題に敗れ、準優勝にとどまる。同年9月に大学を中退して、阪神に入団した。大学同期に、吉田吉岡いるが、吉田も1年で中退している。1954年、1955年には、先発として何度か、登板機会を与えられたものの勝利を挙げることが、できなかった。1956年に、 中日戦でプロ初勝利となる完封勝利を記録し、この年は防御率2.80で3勝とまずまずの成績を残した。内閣を入念にシュートで決め、ドロップで勝負を決める投球術が持ち味。1957年は開幕投手に指名されたが、1勝2敗で防御率4.62と不調であった。翌1958年は11勝10敗。 防御率2.71と、ようやく主力投手並みの成績を残し、エースの小山正明に次ぐ先発投手として位置づけられた。しかし、1959年以降は、後にエースとなる村山実が入団したこともあって、当番機会が減り、1959年は8勝を9敗、1960年は4勝を4敗に終わった。1960年のオフ。 星山進徳と共に、稲津と横地吉松との交換トレードで中日に移籍した。1961年、中日の若手選手だった中俊夫に懇願され、自身のグラブを譲り渡した。この後、中は外野守備の名手として知られるようになり、引退までこのグラブを使い続けた。一方、西尾は1961年こそ6勝を挙げ、順衛資格だった。 万堂英治や河村康彦を差し置く形で、オールスター戦にも監督推薦されたが、その後は目立った活躍ができず、1965年に引退した。2017年5月5日午後10時40分、人不全のため死去。去年83、ありがとうございます。